皆さん中の様子ご覧ください。中の様子ご覧になられましたらこちらのお部屋へと移動でお願いします。はい、こちらの地下道はどんでん返しの地下道と合流をしております。忍者がいたところがちょうどお仏壇の下になっているんですが、お仏壇の下を通りますとお屋敷から遠く100メートルほど離れた空っぽの井戸へと出るようになっていました。ですので屋敷の中から簡単に外へと逃げることができたそうなんです。そしてもう一箇所こちらの壁も開きます。ここは行き止まりになっているんですが、昔の人の目の高さに合わせて一本火を通した部分がありますので、この通した上下の隙間を使ってここの様子を見張ることができました。扉を閉めると中は暗くなります。欄間と同じくこちらでも暗さをうまく利用して見張りをすることができました。そしてこちらからはお庭ともう一箇所大切なところを見張っておりました。それが後ろにございます。どうぞ畳のお部屋で向きを変えてご覧ください。それではいたままのご案内をいたします。忍者は大切なものを持たず